everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。2月9日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。ここ最近で、ね、コロナ全国的に減ってきてますんで、この調子でね、どんどんこう減っていくとね、皆さんも安心できるんじゃないかなと思います。はい、お隣。あれ、まともじゃん、はい、あ、ごめんなさい、今ね、今ちょっとね、うん、まともなこと言いすぎて、うん、名前言うの忘れました。本当だ。滑り王子マスクマンです。はい、今週末は私の誕生日なんですけれども。あら、おめでとうございます。友達からチョコが送ってきましたので、チョコを最近たくさん食べてます。味噌煮込みスキーと。本当ですね、コロナ少なくなってきまして、うん、まあでもですね、まだ街中はですね、夜になると本当に、うん、人は少ないです、うんうん、でもですね、といって気を緩めたらまた、ね、そうですね、増えてきますから気をつけましょう、うんうん、ダンサーズでございます。気を引き締めて、はい、はい、今週のテーマはファッション。今週のテーマはファッションです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バデサの R サプライ個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、ツイキャスでね、マンタキーラジオから来ました、滑る方はどなたですかっていうことで、で、ゲストの選手出ていただいたマンタキーラジオさんのね、そうですね、多分リスナーさんだと思います、ヒカルさん、はい、ありがとうございます。滑る方でございます。滑り王子でございます。で、ヒカルさんはファッション、自宅ではジャージ、仕事はスーツに黒靴下ですっていうことです。あと、マヨが猫さん。ありがとうございます。おめでとうございます。ということで、ありがとうございます。おかちからもしさん、青森からツイキャスで見てます。うん、泉さんの特急サザンさん、ファッション、うん、最近スーツを着て出かけるようになりましたね。ということです。はい。ということで、先週のね、ね、メールがまだね、うん、たくさんありますので、紹介していきたいと思います。うん、先週のテーマ、ポイントの。はい。お願いします。はい、これはですね、銭形警部からですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いろんなカードのポイントがありますけど、私が一番ポイントを多く貯めているのは快活クラブというネットカフェのポイントを2000ポイント以上貯めています。おら、ほら、うん、快活クラブは他の ネットカフェと違いポイントがあり、ちょくちょく利用していると期間内に一定のご利用料金額を達成するとランクアップとなり、さらにご利用するとランクアップに応じたポイントの掛け率が変わるので、1000ポイント、
あ、ごめんなさい、1万ポイントだ。1万ポイント以上達成するまでにできるだけ使わないで貯めているところです。スタートはご利用金額100円で1ポイントですが、ランクアップすることに2倍3倍6倍などがあります。寝ることもでき、シャワーも使い、利用プランの内容ではカラオケもできるので、いざという時には大変便利ですということなんですね。だこれもあの、でもそういうポイントあるんですね。その何でしたっけ、漫画喫茶というか、うん、ネットカフェ、ネットカフェっていうのかな、うん、ねえ、そうなんですね。もしね、行ったことないからあんまりわからないんですよね。そうなんですよね。なんか実はこのメンバーのネットカフェにとっても疎いメンバーですよね。うん、あんまり行ったことがないっていう、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古武イカリーです。ありがとうございます。今週のテーマポイント、私は昔から話が長いと言われ続けています。今もそうなので、ポイントをついて話すように心がけています。しかし考えながら話しているとどうしても話が長くなるので要注意です。お三方はどうでしょうか。意外とですね、うん、本当にまとめるって大変なんですよね、うん、難しい。3分間スピーチってあるじゃないですか、あれを本当に3分、例えば誤差10秒以内とか5秒以内、うんうん、これって結構大変なんですよ。いや、ハードル高いですね、それ、これはね、まだフリートークのような形でね、お話できればいいんですけど、ちゃんと原稿があってそれをね、ちゃんと頭に入れてというなるとね、王子全然ダメだね。違う方向行っちゃうからね。うん、そうだね。すごい、この番組にもよく出てると思うな。え、うん、いや、でもね、ポイントについて話すはね、本当に難しくて、私、うん、やっぱり、いろいろ仕事上で伝えなきゃ、大事なことを伝えなきゃいけないことが多いんですけれど、はい、どうもポイントがうまくつかめなくて、話が長いって言われます。ということは、空気が読めないタイプ。はい、じゃあ次行きますね。真っ赤なメルセデスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いろんなカードのポイントを貯めていますが、最高に貯まっているのは D ポイントです。携帯料金の支払いにポイントが付与されるので、数万円分のポイントがあります。すごい。マクドナルドでポイント支払いしているので、現金を払ったことがないです。ということでした、うん。すごい。でもそういう方いらっしゃいますね。ね、今なんかポイント貯めててね、何ですかね、マクドナルドではなくしてミスタードーナツ、うん、なんかもそのポイントでね、交換できるドーナツとっていうのがなんかあるみたいで、それをねご利用されてる方もいますんで、まあ今いろいろね、そういうふうに活用できますよね。ね、ポイントもいろいろあるんですよね。はい、もう一ついきますね。はい、はい、お三方さん、こんばんは。こんばんは。フルムーン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマポイント、またいつものようにずれた話になりますが、ウルトラセブンの劇中でウルトラ警備隊が乗っていた専用車でポインター号というのがあって、すごくかっこよかったです。ちなみにベース車はクライスラーのインペリアルクラウンというテールフィンのドアメ車です。原型がわからないぐらい改造されてます、ということで。おお、それはウルトラ警備隊が乗ってるってことですかね。うん、専用車がね、ポインター号っていう名前、ね。もうそれはもうね、で、ダンサーね、もうむちゃくちゃ改造するよね、そういう時はね。あれなの、ひょっとしてよく音楽に乗って、上下にジャンプする。あれは違う。あれは違うよね。あれは違う。うん、あれはちょっと違うような気がします。失礼いたしました。ここにもずれた話の人がいる。ね、ずれた、ね、はい、話がね、二人でできるからすごいですよ。うん、どんどんずれているけれど、実はね、うん、ポイントについて話していますけど、今週のテーマファッションですから。はい。はい、では今週のテーマに行きましょうかね。ね、行きましょうね。はい、お願いします。はい、大体名古屋チームの皆さん、こんばんは。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 豆せんべいにハマっています。アレックスです。あら、豆せんべい。あ、豆せんべい。美味しそうですね。美味しそう。あまりファッションにこだわりはないのですが、スニーカーを買ったときは、紐も買います。ちょっと変わった赤紫の紐やオレンジなんかもいいですよね。買うジュースの色によって考えて買うのが楽しみですね。買うジュースの色？買うジュースの色によって考えて買うのが楽しみですねって。あれ飲むときにもしかしたらあれ？
ね、あの、グレープ飲もうかな、ね、オレンジ飲もうかなって色違うじゃないですか。うん、で、その時の、あの、あれですかね、飲みたい色で決めるんですかね。おね、顔ジュースの色によってっていうことなんです。だからね、その時たまたまちょっと黒っぽいのが飲みたいなっていう時は、コーラ？ああ、うん、っていうことですよね。ちょっとかな、ちょっとこうオレンジ飲みたいなって言ったらオレンジジュースだよね。うん、ああ、なかなかその感性豊かな感じでございますよね。深いな、深いな、やっぱり感性が素晴らしいです、ありがとうございます。はい、シュプリームさんのツイキャスで、はいはい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。島村です。どんな挨拶ですかね。今ツイキャスですね。小勝からもさん、ポイントってなんか嬉しいですよねって、うん、あ、ヒカルさんがイカリさんといえば、うん、方言ニュースキャスターをお母さんがやっていたらしいです。方言ニュースのキャスター、うん、すごい、うん、そうなんですね、はい、てかこんなね、そんななんだろう、マル秘情報いいのかしら。台湾佐藤吉さん、お久しぶりです、覚えてますか、はい、ご無沙汰してます。ご無沙汰しております、はい、今、金沢から聞いています。ありがとうございます。金沢なんですね。はい。シュプリームさんはね、スカートと挨拶は短い方がいいと言ったバカがいましたね。今、王子、それいいよねって言おうと思った。あ、ここにいますよ。いや、これね、本当に困りました。今からね、読むね。今から読むね。うん。はい、メール、がね、うん、本当にね、ドンピシャなんですよね。そうなの？はい。じゃあ読んでみて、読んでみて。はい、お願いします。ぴょんぴょんです、ね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。私は二十歳の頃から体型が変わらず、今でも30年前の服を着ていますよ。二十歳の頃、アパレル関係の仕事をしていました。その時の服を大切に着ていますよ。王子はボディコン派？それとも、ワンレグ派？そりゃもう超ミニのボディコンでしょう。ね、あ、ほらほら、ツイキャスで言ってた、はいはい、シュプリームさんが言ってた言葉だ。はい。ね、もうドンピシャでハマっちゃうんだから。先取りしちゃったね、ツイキャスがね。そうだよね。なんかこういいポイント捉えてるでしょ。地獄を見るわよ。あらま。あらま。はい、ありがとうございます。紹介しますね。今週の読谷村のフルムイカリーさんです。はい、キーナゴナの皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。はい、2回目のこんばんにゃです、はい。はい。はい。私自身のファッション感覚は、30代前半に確立され、今日に至っております。選ぶのが面倒になったというよりも、お気に入りを見つけたので、いつでも身につけていたいという心境で、いつも同じものを購入しています。カジュアルな服装では、ブーツカットのリーのジーンズとシューズは、全部黒色に白の3本ラインの入ったアディダスのスーパースターを必ず履いています。リーのブーツカットジーンズは同じサイズを4本。アディダスのスーパースターも4足買いだめしております。定番商品のはずですが、一時的に生産中止となることがあるからです。ジジイになっても着続けたい格好ですね、ということです。かっこいいですね。ブーツカットのジーンズ、本当かっこいいです。今ね、逆にね、スリム系が多いですので、うん、で、そういうブーツカット、ちょっとこう広がってる感じかな。うん。うん、昔で言うとね、ラッパズモンっていうのかな。ああ、うん。なんかそんな感じで、よくね、西城秀樹とかね、うん、野口五郎ちゃんがね、履いてたような感じないですかね。なんかね、おしゃれですよね。うん。うん、まあ、時代によって、その、うん、ね、ファッションのその形っていうんですかね、それも変わってきますので。でも、なかなか王子もね、うん、それについていけないんですよね。ほう。うん。こう、ファッション雑誌とかをね、見てるわけではないですので、はい、ただもう、お店でね、並んでるような、まあ、例えばジーパンとかパンツなんか見ると、うん、あ、ちょっとこうスリムになってるんだなとか、ちょっとこうデザインあるんだなっていう感じでね、まあ、どこのお店に入ってもちょっとそんな感じが多いものですから、うん、まあ、時代を先取りってことはなかなかしづらいんですよね。もうお店で、うん、今売ってる既製品っていうのを、うん、昔はね、まあ、王子もね、パンタロン履きなさいと言われてましたけども、ちょっとそれはね、どんどん年取ってきてね、難しいですから。パンタロンっていう言葉がまた懐かしいね。あのね、
昨日でしたかね、ちょっと今、はい、パーマ当ててなかったんですけど、また最近ね、はい、うん、やってみようかな、パーマネントって言ったらね、すごいみんなに笑われましたけどね、パーマネントって。久しぶりにパーマネントって聞いたよ。パーマネントって最近言いますかって言われて、いや、パーマネントって言わないって言った、普通のパーマでいいでしょうって。そんな話でございます。はい、まあでも、パーマネントは正式なんですけどね。うん、ね、正式名ですよね。正式なんですけども、なんかね、改めると滑る。滑る感じ。ていうかさ、パーマネントってさ、ほんと昔のお母さんがさ、短い髪の毛でクリクリクリって巻いてそう。ね、まあ、鳥の巣みたいな頭の、うん、あのイメージですよね、うん。なんかそんな感じがありますよね。うん、あ、はい。ね。そういえばね、ぴょんぴょんさんのメールで、なんか体型が変わらないって言ってましたよね。はい、うん、30年間変わらないってすごいですね。すごいですね。うん、ね、うん、王子体型変わった？変わった変わった。かなり変わってますよ。はい、もうそれもね、本当にね、うん、昨日の話ですよ。もうね、あれ、王子ね、二、う、十、ん、何年前は細かったよねって。うん、もう今ではあんた、出川哲朗になってるよね。いやー、でも全然人のこと言えないです、もう。本当に。なんか 1.5 倍ぐらいになったもの、20代に比べて。うん、まあ、新陳代謝悪くなりますからね。ねえ、だから、その当時の服が本当に着れないし、もうお蔵入りだし、うん、でもなんか当時のものって結構生地がいいものが多くて、なんか捨てられないしで、そうですよね。そうですね。ね、はい、なかなか難しいな。うん、はい、はい、ということで、ということで、はい、CM でーす。その後、名古屋栄養のコーナーでーす。はい。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。はい。はい。はい、今日はファッションについて。最近ね、はい、名古屋の、はい、お土産屋さんでですね、はい、T シャツとかさ、なんかパーカーとかトレーナーとかに、はい、デラウマとかね、なんか一辺より汗とかって、そういう書いた服ってなんか昔あったんですけど、今もあるんですかね。ああ、名古屋弁 T シャツみたいな。そう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 。沖縄に行くとよくね、その方言の T シャツとかあって面白いですよね。沖縄で僕見たのは、ハゲてねえしっていう意味があったけど。あ、でも方言全然関係ないじゃん。うん、それが印象的ですけどね。だから、ね、多分金のシャチホコとかね、うん、それをちょっとモチーフにしたものとか、
名古屋城とかね、なんかそんなのは多分あると思うんですよね、はい、多分ねちょっと見たことがあるんですけど、昔なんかその名古屋弁が書いてあるようなね、うみゃーとかさ、飲みゃーとか多分あったと思うんですよ。はい。多分ね、最近もそういうお土産屋さん、はい、に行くと、あるような気がするんですけど、なかなかね、うん、こっちにいるとそういうショップに行かないもんですから、はい。わからないんですけどね。でもやっぱり、大須って、やっぱりちょっと面白いファッションがいっぱいありますね、名古屋の大須。あるある。ちょうど今、ツイキャスで、ヒカルさんが、ズボンは、とび職のような、ダボダボ、ダボダボ着、ダボダボ着て、学校行って生活指導に叱られました。うん、これね、本当はそのダボダボの店ありますよね。あ、なるほど。そう、大須に、その、うん、ちょっと、ね、ね、うん、学ランで、学生服でも、うん、ちょっとね、ちょっとやんちゃ系がね。だから今はね、どんなかわからないですね、うん。それこそ時代によってなんですけど、昔だとね、短ラン、長ランとかね、うん、こう、裏のとこにね、刺繍が入って、優があったりで、ね、うん。ねえ。そんなのありましたよ。僕ね、一度、台湾へ行った時なんですけど、アロハシャツを着て行ったら、うん、もうジロジロ見られまして。え、そうなの、うん、そうそうそう。そう。何あれっていうような顔で。ちょっとヤクザみたいな感じで、ね、見られちゃいます、ね、そういう、なんか、ちょっと違うっていうか、派手な感じってことですかね。うん、なんか、危ない職業の人っていうかね。ジロジロ見られちゃって。それでサングラスもしてたから、なんか、誰も近寄ってこなかった。なんか、吉本新喜劇のあれみたいな、ね。でもね、ダメだぜ、現地人でしょ。現地人に間違えられるでしょ。そうなのかな。でも今だと、そのね、うん、こう T シャツでも、なんていうの、うん、こう桜なんかとか、こう、花柄模様の、ね、うん、ちょっとタトゥーみたいな感じのがあるじゃないですか。はいはいはい、タトゥー調のやつ、ね、ええ。それを着ていくとまた台湾の方びっくりしちゃうのかな。まあね、そういう、うん、だったらあれなのかな、沖縄のカリシュエアはどうなんだろう。そうですよね。戦争ですよね。そうそうそう。もうな、うん、夏になるとね、沖縄お邪魔するとみんな、ね、皆さんあれですよね。カリシュエアってやっぱりね、ちょっとデザインが、ちょっと、うん、落ち着いた感じなんです。そのアロハシャツとはまたちょっと違うんですよね。うんうんうん、ね、沖縄の場合ですよ、うん、なんか皆さん夏になると観光庁でも。そう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 、ね、でもあれはいいですよね。やっぱり、うん、暑いところならではのね。そうそうですよね。はい。そうですね。だからね、まあご当地のね、はい、多分そういうT シャツとかね、トレーナーなんかあると思いますんでね、皆さんもまたね、はい、いろんなところでね、探してほしいと思います。でも名古屋だとやっぱり最近ヤバトンの T シャツとかあるんですね。あるあるある。そうだよね、あるよね、うん。なんかオリジナルグッズすごいたくさん、今とっても増えてますよね、うんはい。最初 T シャツぐらいしかなかったけど、T シャツももう何種類かあるし。だ山ちゃんもあるんじゃない？そしたら、手羽先の。山ちゃんもあるの？あ、あります、あります。あるよね。あるああ、なんかそういうのも面白いかもしれないですね。はい。はい。ということで、はい、名古屋は栄養、なぜか T シャツの話でした。キユナ名古屋。台湾さときちさんがね、はい、ファッションに目覚めたのは18歳頃、当時ハウスマヌカンで呼ばれる刈り上げのお姉さんに勧められて、似合わないピンクのスーツを買ったら会社に着ていけませんでしたって。ピンクはね、まあ、その時代ならね、ディスコに行くとかね。ねえ。そんな感じじゃないですか。ハウスマヌカン、うん、歌もありましたね。ありましたよね。ヨギリのハウスマヌカン。ありました、ありました。はい。久しぶりにその響きを聞きましたね。ピンクのスーツってちょっと、そうですね。夜の、そういう、なんて言うんだろう、遊びに行くところ、生きてたりとかしたのかな。なんかもう、吉本しか思いつかないですけどね。なんか懐かしいですね、はい。当時ね、その頃ね、なんか絨毯みたいな柄のね、スーツ着てましたよ。絨毯絨毯なんかね、なんか絨毯の、なんかよくペルシャ絨毯っていうの、なんかぐちゃぐちゃってしたような感じの、
カラーがついたようなね、スーツありましたよ。スーツ。金ピカ先生って言いましたけど、ね。うん、金ピカ先生、あそこまでには金ピカではなかったんですけどね、カラーがね、入ってましたから、はい、それもね、やっぱり、あの、一回遊びに来ていって、あとはお蔵入りになりましたね。着るとこないですもん。あ、ヒカルさんがね、靴下は同じ色や柄を5足買います。片方が破れても大丈夫だからですって。ああ、いいですね。私、うちも3足ぐらい買おうかな。そうですね。ね、いいコーディネートですよね。ね、いいですよね。はい。あ、ブギー街道さん、東京からこんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。はい。はい、メールいきます？そうですね。はい。メールご紹介します。はい。今週のテーマの服装になってますね。はい。銭形警部からです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。普段の服装は冬場、ジーンズに T シャツ、長袖のものを着た上でブルゾンなどの羽織、足元はサンダルを履いてることが多いですね。お、うん、冬でもってことだよね、うん、サンダルだよね、王子セット履いてますからね。冬でも、うん、冬でもセットですよ。最近は、かつてアパレルの仕事でビシッとした服装の格好をしていないので、ラジオ番組のパーティーイベントや近いうちに参加しようと考えている、うん、婚活パーティーにはビシッとした格好の服装を久々に着こなしてみたいですね、うん、そう見たら信じられないと思いますけどって書いてありますけども、素晴らしい、すごい格好するの、見たら信じられ、じゃあちょっと見してそうだよね。うん、婚活パーティー、ね、あれ婚活パーティー、あ、婚活パーティーに出られるってこと、そうそう、婚活パーティーに参加しようって考えてるってことですけども、うんうん、はい、でもあまりにも派手だと、ちょっとあれなんじゃないですかね。うん、あの、目立ちすぎちゃうと。あ、なんかあの、こう、なんていうのかな。清楚な感じで、あの、金持ちを装う。それ何、うん、それは何、王子の作戦、いや、私は違いますよ。そう、だってそのキャラに合わないでしょ、なんかね、ビジネスマンみたいな格好してさ、うん、ね、そこにいても何も面白くないからね。面白い。いや、まあ、まあ、そういう時はね、ね、はい、素肌にジャケット着てね、はい、うん、歩いてればね。今時、一世不備と間違えられちゃうからね。おだまり、おだまり。はい。はい。ということで。ということで。え？はい。エンディングですね。え、もうエンディング？そう、エンディングよ、はい。エンディングです。はい、お願いします。はい、はい、来週のテーマは趣味、ホッピー。来週のテーマは趣味です。あなたの趣味、気になる趣味などお送りください。この番組は、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございます。ラジオさんがお疲れ様です。先週はありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。次回よろしくお願いいたします。はい。あ、そうですね。はい。今週ですよね。今週の土曜日。そうです。うん、そうですね、はい。私たちが FM 読谷さんにお邪魔します。はい、リモートで出ます。はい。いいです。ちょっと大事なことを言いたかったから。そう、あのね、最後の最後にね、はい、締めがなかったですんで、今から言いますね。はい。やるんだ。やるの？はい。ヘッターン、ガラガラ。いい曲だね。シュプリームさんが、王子肩パッド入りの紫のダブルのスーツが似合いそうですね、って。でしょ、なんかキッカー工事みたいでしょ。おだまり。はい、またキラジョさん、任せて。はい、ということで、はい、終わりです。ありがとうございます。